本日はですね、ちょっとわざわざ、GoPro で撮影する必要はないんですけども、カメラがこれしかなかったので、撮影してます。今日ご紹介するのはこちらアンブッシュの、ですね、こちらですね、アジャストフォースの、コラボレーションのものになります。じゃあ早速中ですね、開けていきたいなと思います。箱がですね、こう上に蓋として上げるタイプですね。ダンクの時は確か横からこう引き出しタイプの箱だったと思います。でアンブッシュの、中の紙がありまして、出していきましょう。でこちらですね、やっぱり、スニーカー全般に言えることなんですけども、ですね、実物の方がやっぱりめちゃくちゃかっこいいですね。はい、ここは紫になってます。でこちらがこのように取れるんですけども、ヒールこれナイキになってるんですけども、これ取ると、なんとですねまあナイキなんですね。でここアンブッシュになってます。そしてこれ左右が違うんですよね。なのでちょっと取っていきますけども、今これ取ってみました。はい、こっちが左側がアンブッシュになってます。で右がナイキの装置ですね。でこの下のところのところですね。これも左側はナイキ装置、右側がアンブッシュになってますね。でこちら取ったやつが、こんな感じになるんですけども、はい、非常にシンプルな形です。あと集団のところが私こうオリジナルのアジャストフォースちょっと見たあんまり見たことないのであれなんですけども。ここがですね、こう切りかかれてるっていうんですかね、そういった形になってます。でインソールはちょっと見えづらいかもしれないですけど、紫色になってますね。はい、あと履き口のところもここが何て言うんでしょう、このストラップっていうんですかね、二重になってるので、まあ場合に応じてどっちを引っ張るかっていう形で、はい、あと裏面は、まあ、このように大きく装置が入っていて、これ多分あのリサイクルのやつですかね、素材を集めたものになるかなとは思ってますけど、違ったらコメントいただければなと思います。はい、であとシューレースの先っちょがですね、これ名前ちょっと忘れちゃったんですけど紫色になってます。で装置がつま先のところにちっちゃいのが一つですね。これは左右外側に入ってるっていう形になります。今これ取るとですね、アンブッシュって書かれてるので、ここはかっこいいですよね、ヒールのところは。はい、という形になります。あとつけた時に、まあ、ここ紫色ですね、中央が、外側紫でピンクのグラデーションになっていきます。まあこれ、こういった形でつけてアンブッシュと、はい、という形になります。それでは本日は、アジャストフォースですね、エアアジャストフォースのアンブッシュのコラボのご紹介でした。